とりあえずテントでマイナス、水色にはなるので、あと、12台テントを立てないといかん。で、一回温度上がるんだ。マイナス50度になり、で、またマイナス60か。それまでに住居か。住居ってさ、資源減らせるやつあったから、それも込みだよな。住居の次、ティア4か。住宅再設計を取ってから住宅に上げてくっていうのを、あ、しかも住宅の断熱ってのもあるからな。まあ、住居に早く上げたいところ。だと今思い出したんだけど、その野外炊事場、これ2個建てないと怒られるんだ。これ、あれだね、3周目でやんなきゃダメだね。3周目、わあ、これいいな。これなくします。なくします。空いてるところに、テント。3周目、ここ入んねんだ。あと置けそうなところも置かないとダメだ。12台でしょ、テント。おお、ぴったり置けた。なになになに？生存者が町に到達。もう来たのか。これが100人？今、これで合計140人増えたってこと？マジで？生存者集団が町に到達しました。彼らは疲れており、休む場所、食べるもの、そしておそらく、いくらかの医療行為が必要です。なんか、あれか、伝染病にかかってるかもって言ってたね。しかし彼らはできることならどんなことにでも手を貸す準備ができています。そうだな、いうことを聞け。で、まず行ってもらう。南の方だな。鉄製の金庫室。で、止まってんだよ、これ。この隠れてる輸送が。だからさ、糧食、生食材1個やめて、凍えてるな、なんか。病気になりそう。それ。記録しようか。あ、今動いてないからか。一旦。あったかい？あったかいね。で、その、糧食の、じゃなくて、生食材の、あれを一個やめよ。生食材いらないから、これを石炭に変える。これで今置かれたから、また帰るんじゃない？こいつが多分また帰ると思うんで。あ、じゃあ領主集団が。え、これから来んの？あと40分。これからでーす。足んないでーす。テント。テント。これ切るよ。忘れるから。あ！マジかよ。がっつり、がっつり来たな。やっぱ漏れなかったか。夜の礼拝と説教します。そうだよ。あ、なんだ？病気の領主。病気の領主が来ている。病気の領主が来ている。病気。キャプテン、領主の大きな集団がたった今到着しました。大半がひどい病に侵されています。何日もの間、働くことはできず、そして医療施設の定員は超えてしまうことでしょう。どうすべきですか？ 100 人？ 110 名を治療するまでに2日間。新たな治療施設を4台。もうこっちだろうね。迎え入れるけど、時間がないので、ちょっと待ってね。やるから。待て。はい。医療施設やる。どこで？スペース問題がやばい。4台ね。っていうか、そもそも診療所の方が良かったのか？
え、今隣接してたじゃん。なんだ？ここあるんだけど、右にあるんだけど、隣接してませんって言うね、なんか。多分暖房にも入んないから。はい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 。いやー、やばい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 。崩壊する気がする。何の音だ今の。そこ道がない。空いてるところにとりあえず、あ、これか。病気だが誇りはある。病気の領主。確かになんか顔色が悪い。我々の中には病気の領主がいますが、人々はできる限りの距離を保とうとしています。これにより一部の領主が勘違いして腹を立てています。彼らは嫌悪感と軽蔑の眼差しで我々を見ている。一人が咳の発作の合間に不満を漏らしました。いやー違うよ。ダメだダメだって。病気移しちゃダメだって。それはちょっと考えが足りないよ。尊厳をないがしろに。いや、してない、してないけどさ。こっちも病気になっちゃったらね、共倒れになるからね。そこまで頭が回らないぐらい、今多分病気で辛いんだと思う。そう思ってる。そう信じてる。医療向上、新しい医療室4台。家もない。これはね、ちょっとワークショップをなくしたりとかしないと、それ凍ってるわ。これも壊す。これも壊す。あとどこ？建てられるところにとりあえず建てないと。いや、こんなにスペースなくなるなんてな。破壊してしまいます。いいよもう。向こう向こう、しゃあない。あのね、石炭はね、ぶっちゃけあるのよ。ガンガン立てていくよ。病気が飯食え、飯食え、飯食ってる。飯食え、飯食え、飯食え。今3台か。祈り3台と救護所が2台。577人。祈りの館で既得者も治せるらしいから。あ、でこれさ、あれ立てた方が治りが早くなるんじゃないの。祭壇多分。それでなぜ早くなるのか分かんないけど。で、亡くなったんで、ここもまた祈りの館だ。はい、ねえか。それなんだ。音質が今、かなり減らしてしまったんだけど、ハンター基地に変えるとか、あと産業音質になるだろうから。で、テントも立てなきゃいかんのよ。きついきついきつい。バンバン増えてる。あとテント3つ。寒いテントがあるはず。大丈夫かな。テント3つ。あと速攻って感じなんだけど、しゃあない。ハブハブハブ。あー、道がないのか。ひえー、やー。
どうだい？できた？どっかに立てたよね、ヤシの。もう、整頓されてないから、どこに何があるかわからん。ハンター小屋はいい。ヤシの館、これ、あったかいの？大丈夫？あ、すごいよ。マイナス60状態で過ごしやすいんだ。これ3だっけ、そもそも。2か。まあ、入ってくれ。ハブ、あ、でもハブ入ってんのか。そこそこ。これに入ってんのか。製材所。木がない。あ、木。待って待って待って。木。ウォールドリルは？ウォールドリル。いや、ちょっと待って、ウォールドリルやってんだっけ、そもそも。めちゃくちゃ、テンパってます。やってるわ。製材所がもう一個いる説あるんだけど。ウォールドリル、これか。新型ウォールドリルしないとまずいな。で、野外施設置いてないのよ、俺。だ、寒いところに置けば、まあ、マシよねって感じ。昼間になってからの方がいいか。病気になりにくくなるから。あと2台、あと2台。あと2台。いや、ないよ。あと1台。待って、今何立てた俺。妙にでかくなかった？いや、吉野の方だ。でかっ。これか、ハブ、ハブは？あったかい？動作不能。これも24時間か。これを壊すことになりそう。食料どう？そろそろこれ以上温室壊すのやばそうじゃない？で、それ癒しの館で、ハブ立てたんだっけ？ハブ立ててないよね、まだ。このテントが今、多分、入ってないのよ。道ができたら。あ、なんか来てるな。危険な噂。キャプテン、一部の人々が病気の領主に関して突飛な噂を拡散しています。彼らは領主たちが伝染病にかかっており、距離を保たなければ我々もすぐに病気に感染すると言っています。みんなが緊張状態にあります。あ、詰め所ないから。まあ噂だよ、噂。大丈夫、大丈夫。わ、不満がまた伸びた。で、それのハブ、あ、これレベル2のハブか。この広さは2個いっちゃった。いや、石炭足りてるからな。でさ、もう1回来るんでしょあれで。これね、と入れた。あと1台。あ、これあれか、稼働しないからか。あと人は持ってないと言ってもらおう。やっぱ食料がハンター小屋に変えないと食料やばくなりそう。ハンター基地か、基地に変えれば温室減らしてもいいから、これ壊そう。ここにまた置きます、癒しの館を。で、基地研究。これ寒い？寒いな。ダメだな。ハブ置きまくり。
効率のいいハブの置き方が全くできてない。だから石炭消費の削減やんないとえれえことになりそう。であれか、癒しの館の糧食行っていいっすよ。癒しの館糧食、糧食、糧食、糧食。なんか落とした。ちゃ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 、これはなんだ。おおより多くの見知らぬ人々が目撃された。もう一つの漁師の集団が列をなしてこちらに向かっています。とりあえず現状いる病人が治れば癒しの館を壊してもいいと思うので、空いたスペースにテントってことになるのか。テントは今のところ足りてるっぽい。バッファーある？テントのバッファーないです。3だから10台置けってことだ多分。また100人、いやー、しかもほとんど子供。それは受け入れざるを得ない。飯がえれいことになりそう。てか乗客めちゃくちゃ余ってるからさ、早く産業温室にしないと。あ、てか暖かくなるわ。炊事場やろ炊事場。だから、寒くて作業をしてるところ、ウォールドリーのとこだ。これとかに、ないよ置けとこ。もうダメだ、そこしか。あれもあったかくなるのか、あの館もあったかくなるのか。本当に空いてるとこに並べるしかねえよっていう。でここに癒しの館、かなり無理やり。で炊事場どっかない？良さそうなところ。そこ？ちっちゃい炊事場、はい。そこあったかい？よくわかんない。ハブ、ここ24時間か。そこそこそこ。これができたらそこも暖かくなる。石炭消費がどうなるかだな。燃焼基地もあるしな。なんとかなってほしい。おお、改善。いいよ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 。不満やばいけどな、ずっと。だ次の法律のやつで不満かなり減らせるんじゃない。ただその礼拝堂とかを置く場所がもうないよねっていう。さあ、産業温室。今温室いくつあんの？温室2個になったわ。まあこれはあげましょうね、2つ。まあそれはいいとして、ハンター小屋がいらなくなるかもしんない。でその空いたところになんかまた置くとかになりそうなんだけど、テント、テント立てたり、ワークショップが、あ、研究か、そうそうそう。次、何ですかね。いや、わからん。効率上げてこうか。石炭消費をちょっと下げてった方がいい気がする。あまりにも、無駄遣いしてるので、今。炭鉱とウォールドリルと、まあそこら辺になってきそう。収集所の断熱。医療施設の断熱。これってあれも？あ、癒しの館も断熱上がるわ。いやー、研究全然間に合わねえぞ。効率取ります。テント立てよう。空いてるところに。ビーコンがかなり邪魔だね。そこもいけんだ。レベル2。どんな感じよ。1時間36。しゃあねえな。
まあしゃあねえな。炊事場がまだ立たない。1個だった。これ人入れないとダメなのか。余ってるしな。いいよ。もう1個どこだっけ。はい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 。あーそうだよね、延長シフトやりすぎ。普通のシフトに戻してくれっていうね。全然いい、もう全然いい。はい、いいよ。やんない、やんないつうかやれないだよねこれも。あ、いじれるよこれ、いじれるから。あ、でこれハブが無駄になるってこと。24時間じゃないやつは、こっちだよね。こっち。ちょっと見ないでやっちゃったけど。はい。なんか落としたな、また。なんの音だ?あ、ついたついた。スカウトが雪に覆われた物資。クレートを覆っている雪は深いですが、その下に貴重な物資が待っている。生食材。自然の冷凍庫。雪の下に物資がいっぱいに詰まった多数のクレートを発見。ただね、もう焼け石に水状態なんだよね。おそらく人数的にこの生食材61とかさ、まあないよりいいけどね。で、そこ寄って帰ってこよう。そこもあんのか。不毛の小渓谷。来てるね。なんかいつの間にかその方向が変わってるこれ。回転遅いな。まあいいでしょう。行ってね。オーシャンライナー行ってね。そこ寒いって。テント。いや、マジで蒸気ハブの無駄を今すげえしてるはずなのよ。あ、でも石炭、十分っぽいわ。余裕で増えてるわ。じゃあこのままでいこう。野外炊事場、はい、オッケー。希望増加。あ、不満すげえ減ってる。いいよいいよ。でこれあれじゃないの、あの癒しの館さん、またそれか。飯どうぞ。あ、タスク消えてるから、これもしかして9台置いた?これ。館、癒しの館。わかんねえか。で、法律、法律だ。こっちはもう、いらんよね。じゃあね、礼拝堂か、信仰の守り手か。礼拝堂、守り手。まあ礼拝堂じゃないの。新たなアビリティ、天霊。希望を増加し不満分子を落ち着かせる。これにしよう。礼拝堂どこに建てんの。病人が落ち着いたら、あ、これダメなんだ、道がない。病人が落ち着いたらあれを取って、癒しの館取って、で、そこに礼拝堂かな。飯、減ってくかな。あ、高くなる。ホールズアップ、よしよし。これで石炭がまた、減りにくくなる。で、石炭足んなくなるかもしんないんで、あの、資源採集のあの、これ、断熱取ると次に、加速収集取れるから、効率的、こっちか、加速、効率的な収集と、あと断熱がまたあんのか。これ取って、ここ取ると、石炭を拾える速度がまた上がるんで、これちょっとこれ取ろう。石炭が足りなくなるかどうか、あと次食料か。あ、そっち先かな。ハンター小屋か先かな。あ、俺戦術、あ、人減るだけか。飛行ハンターやってなかったわ。こっち先かもしんない。いやー、どうしよう。断熱やるんだったら、次の
効率的な収集も取らないと意味がないから先にハンターにしよう。石炭は足りそう。飛行ハンターで次も取れるから、あ、まだ開けてないか。4は住宅いつやれるんだ俺は。切れてる、炭鉱凍えてる。病人は大丈夫そうだね、まあ、めちゃくちゃ置いたもんね。で、100人テントの予備が33、あと7台テント、7台礼拝堂とテントと1個、3個、4個、5個、むちゃくちゃだなマジで。すごいことになってる。倉庫も置けてねえしな。足りるかこんなんで。ここ倉庫置き場だ。倉庫置き場さすがにやめよう。倉庫置こう。そこはテントやめよう。倉庫2つ置いた。テント、テント、その隙間入んないんだっけ。あ、違う、なんでテント立てたの俺。違うよ、間違えた。宿泊小屋だってばよ、宿泊小屋だってばよ。ちょ待って、いやー、そこ、あとはそれやめて、宿泊、あとはそれもね。いやー、やらかしたな。資源が足んないって言ってテントにしてたんだっけ。鉄100、ああそうか、木が減ってきたぞ。これで24時間必要になるじゃん。また参っちゃうな。救護所壊せるか。研究ゼロパで止まってる。飛行ハンターね。で、礼拝堂だ。礼拝堂。でかそうだよね。わ、資源たんね。町です。で、木がもう取れなくなってるからさ、ウォールドリル、研究しないとまずいかも。製材所1個ぐらいあったと思うけど、どこだ製材所。まだあんの。あと65本でなくなる。なのでウォールドリルの次がどれだ。蒸気ウォールドリル。ウォールドリルは1日160、蒸気になると200は全然変わんね。40増えるだけ。でもしょうがないのか、石炭パイルなんかもういっぱいなんだね。だからやっぱその収集所で拾える速度上げないとダメっていう感じです。で、朝来て温度上がる、一旦落ち着く、病人も減るはず。はい、鉄製の金庫室、蒸気格、あ、余る、余るな。金庫室のドアと枠の間に体をねじ込むには十分な広さの裂け目があります。ちょっと怖えな。中は完全な暗闇です。見つけてくれ。役立たずの財産。これは漁師たちが富をできる限り貯蔵しておくことを計画していた保管室です。こんな時代じゃ無駄なあがきよね。しかしいくつかの古い宝石やその他の美術品の他にはゴールドの形ではたくさんはありません。ここには科学や知恵に関する簡単すべきものが眠っています。
楽器、本、新聞、手紙など。蒸気閣と鉄。その楽器とか、でもあった方が絶対あれだよね、心は穏やかになるから何でももらおう。で、じゃあ放棄された製材所、これもあれか、前哨基地作れんのか。そこ寄って帰ろう。道がない。あったかいはあったかい、あったかさ大丈夫。はい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 。なんだ、病気の領主、卑劣な攻撃。キャプテン、複数の病人が誰かわからない襲撃者によって攻撃を受け、ひどい暴行を受けました。病人画家、被害者の一人は切断術を受けなければなりませんでした。なんでそんなことすんの。襲撃者は治療できない病気を拡散したとして領主を非難しました。襲撃者が非難。ああ、だから、やっぱその噂に踊らされたんだ。そういうこと言っちゃダメだよ。あら。それは、癒しの館に入れるの、ずっと。どうなんだろう。これ、石炭にしよう。減ってきたね。どのくらい使ってんの ?32。はい、崩壊した金庫。4つのうちの3つの壁がまだ立っている。装甲を守っている。凍った物資。ある程度の努力で雪の下から物資が入った箱を取り出すことができました。よろしく。行く？オーシャンライナー。いや、一回帰るか。一回帰るか。石炭の使用がちょっと先、さすがにガチって感じで。道が。木材がなーい。ウォールドリルやる？ウォールドリルしかないよね、もう。残り19時間だって、怖えなー。病人はなかなか落ち着かねえな。食料もちょっとずつ減ってきた気がする。あとは何かある？それは？採掘。閉鎖で、あれでしょ？パイルマックス。礼拝堂まだ設置していないし、病人がなかなか減らねえな。飯食っていいっすよ、また。まだ、あれか。効果切れてないか。どうぞ。飯どうぞ。飯どうぞ。飯。飯。で、礼拝堂のデカさは？ああ、ダメだ。木がねえ。研究は今？飛行ハンターか。で、アタグナル一旦。レベル下げてもいいのかな？シムレベル。一旦石炭が落ち着く、それで。また猶予がね、できるんだけど、マイナス50になり、60になり、その後だよね、どうなるか。15時間残り。朝が来ました。手足切断は工場を建てなきゃダメ？蒸気閣余ってんのよね、実は。キャプテンに神のご加護。いいね、なんか嬉しいな。で、あと22時間で来るんだけど、どうだい？空きベッドあと2個。テントあと2個。いや、ダメだ、資源足んない。木材が全然ない。あ、一気に病人減ったね。40人。
じゃあ診療所2個とりあえず壊していいかな。でそこにあれ置こうか、テント。診療所の2個どこだっけ。診療所これか。患者いる？いないよ。いない。この2個壊す。で代わりにテント置く。で朝が来て石炭をがっつり拾い始めるのだが、一旦下げていいかなこれ。2にする。水色まずいか。石炭が足んなかったら下げればいいので、黄色維持の方がいいか。ここまだあれだよね、宿泊具合に上げられてないってことだよね。全部テント、すごい数だ。これを全部住宅に上げなきゃいけない。だから住宅に上げる前にあのコスト削減のあれ絶対取るべきだよね。おそらくもうそれしかやることがなくなるはず、もう少ししたら。で礼拝堂でかい？そうでもねえな。癒しの館がなんか妙にでかいんだよな。まあ癒しの館1個壊せば礼拝堂立つので、まあそれでいいでしょう。石炭やばい、やばいわ。やっぱ切るわ。どっか無駄な蒸気ハブ切らないと。これ壊していいですか。いる？いるけど余ってんのよ。これ壊します。蒸気ハブも壊します。さすがに石炭やりすぎた。これも壊します。その礼拝堂立てるか。水色でいいでしょ一旦。下げていいとこ下げよ。テントテント、ハンター小屋。そうだから、ここテントを置いちゃったせいで24時間ハブにしないといけなくなってんのよ。癒しの館も置いちゃったせいで、それが無駄なのよ。テントを移築できれば一番いい。移築するんだったら3周目だよな。領域アップ取って3周目に。いや考えます、また考えます。